虎塚古墳は、茨城県日立中市にある前方公園墳である。作られた時期は、7世紀前半頃と推定される。虎塚古墳群、笠谷古墳群が形成されている標高20メートルほどの大地上の山林に、虎塚古墳が位置している。この周辺には、県指定史跡の十五郎横穴群も所在する。1973年9月12日に、 明治大学教授の大塚初茂による発掘調査が実施され、横穴式石室内部に装飾壁画が発見された。1974年1月23日には、国の史跡に指定された。石室内部からは、成人男子の意外が一体と漆塗り小立ち、毛抜き形鉄製品、槍ガンナ、鉄属、鉄板などの副装品が出土している。また、 この古墳の主体部は、公園部南側ある、両袖系の横穴式石室で、第一次調査の段階で未開口であることが、確認された。原室の長さは2.8メートル、幅1.8メートル、高さ1 4メートル、奥壁に1枚、東壁に1枚、西壁に2枚、天井に3枚の業界岩の切り石で構築し、床石は7枚の遺体石を敷いている。 沿道は長さ1.3メートル、幅1.2メートルで、天井石が1枚乗り、幅約1メートルの墓道が沿道部から、墳丘外側に向かって作られている。床面には、業界岩方が敷き詰められている。石室内の発掘調査に先立って、科学調査を日本で初めて実施した学士的意義のある古墳でもあり、観覧室はこの調査に基づいて設計されている。 築造年代は7世紀前半と推定されているが、埋葬施設や副葬品を参考にした年代の割り出しも必要と言われている。虎塚古墳横の看板。さずが壁画の模様。装飾には赤色の弁柄が使用されている。原文には業界岩に連続三角文が描かれている。また、原室には前面に白色粘土を下塗りした上に壁上部には 連続三角文が描かれ、その下には三角文縁文勘定文家紋などの幾何学文様とタジアツヨ、友などの武器、武具、装飾品などの文様が描かれている。この装飾壁画は保存状態も良く、東日本を代表するものである。虎塚古墳は壁画の状態を保つため、内部の一般公開は春と秋の年2回に限られている。予約は、 必要ないが、見学料が必要である。ありがとうございます。